給食費集めます。買えなくては入れてください。未来を忘れた人は明日までです。畜生ない、給食費がねえ。29歳にもなってこんな事件に巻き込まれるのかよ。先生、どうした？みんなの給食費なくしました。はい、なくしたんじゃなくて盗まれたんだと思います。ひなずきさんが怪しいと思います。お前何を根拠に？だってひなずきさん給食食べてるのにお金払ってないし、貧乏な人が犯人だと思います。そうかも。ねえ、取ったのひなずき。このガキ。みんなのカバンとか調べてみたらわかると思います。賛成。早く飯食いてよ。探さないの？取ってねえのに探す必要ねえべや。隣の人のカバンも調べて。お前が盗んだんだろ、バーカ。ほら、犯人見つけて。出てこないぞ。やっぱひなずき決まりだろ。貧乏貧乏。あった。ひなずきだ。やっぱ貧乏だ。ほら、私の言った通り、カヨが犯人だべ。うるせえ。貧乏だろうが空腹だろうが、ひなずきが人のもん取るわけねえだろうが。てめえの仕業だろうが。あのさ、悟の机から出して隠すくらいのこと誰でもできるだろう。